はい、皆さん、こんにちは。ということでですね、このチャンネルはですね、そろばんに関することとか、あと、そろばんがどう勉強につながるのとかね、そんな、お話をいろいろしているところなんですけれども、僕自身もですね、ちょうどこの、動画を撮っている日にですね、宅建試験っていうのがありまして、不動産関連ですね、試験がありまして、無事になんとか、合格することができました。ということでですね、いや、本当に、自分で拍手してるの変なんですけど、すごくほっとしてます。というのもですね、2021年に、社会保険労務士の試験をですね、受けまして、で、その時はですね、社労士の試験、どちらもね、社労士の試験も、宅建の試験も、おかげさまで一発合格することができたんですけれども、ですね、社労士の試験の時はですね、どうやって勉強したかっていうのをちょっとお話しすると、全部で大体1000時間勉強すればいいっていうふうにどこかで書かれてたので、で、1000時間だったら、ちょうど半年前ですね。試験の半年前に勉強を始めたので、1日6時間、6時間ちょいやればいいかなということで、勉強してなんとか合格できたと。で、今回はですね、宅建なんですけど、宅建は、一応400時間ぐらいあれば、大丈夫であろうということが書かれていたので、これも半年前から始めたんですけど、半年前から、半年前から、2時間ずつぐらいやれればいいかな、みたいな。大体それで400時間ぐらいになるだろうみたいな感じでいたんですけど、なんて言うんでしょうね。これ400時間でいいっていうのと、この1000時間っていうのと、またちょっとね、ちょっと感覚が、違うところがあって、これちょっと正直本当に自分の言い訳になってしまうんですけど、大体これでいいかなみたいな感じのところの正直言った勉強法だったんです。で、だから実はね、あと、試験がこれ10月20日。だったんですけれども、で、今回11月26日に、これ撮影をしてるんですけれども、1ヶ月間ですね、本当生きた心地がしなかったというか、というのもですね、正直に、僕別に何も隠すことはないんでね、言っちゃうんですけど、ギリギリの合格だったんですよ。正直言って。本当にギリギリの合格点だったんですね。合格点ぴったり。これもですね、言い訳をしてしまうっていうふうになるとね、あれなんですけど、試験時間がね、2時間あって、で、1時間20分ぐらい、大体みんなそれぐらいで、時ある人が多分、2時間丸々で使うって人は、もちろんいるとは思うんですけど、大体みんな早めに少し終わるっていうことになると思うんですが、そこでね、いらん見直しをしちゃったんですよね。これだから、その場の生徒には、ちゃんと見直しをしなさいとか言うんですけど、模擬試験とか自分でやってた時って、そんな別に2時間ちゃんと測って、てるわけじゃなくて、1時間ぐらいで終わったらパパッと終わって自分で採点してみたいな感じで、それだったらいけるだろうみたいな感じで思ったんですけど、やっぱり一覧見直しをするとですね、3問ですね、直してしまって、で、そうじゃなかったらね、50点満点なんですけど、50点満点の、今回合格点37で、本当ぴったり37だったんですけど、俺何やってるんだろうなとか、もうちょっと余裕で受かるよっていうお叱りの声もあるかもしれませんが、本当にその3問がなければ、余裕で受かってたはずなのになとか思いながら、ずっと1ヶ月間、当落線上。だからね、これ日証検定でね、1級240点ぐらいな、この気分ですよね。日証検定もギリギリ受かるかな、とかっていうところで、240でなんとか受かれたみたいなところで、本当にありがたいかなっていうふうには思うんですけど。なんで、ちょっとですね、その、社労士の時とは違う形で、宅建はなんとなくなっていう感じできましたが、でもそれでもですね、ちょっと皆さんにね、これちょっと大事なお話をさせていただこうかなと思うんですけど、これはね、毎日勉強してます。もちろん。一日たりとも当然その半年しかやってないので、半年の間で、じゃあ、例えば、そろばんの、この、日本手段連盟のね、修了者養成講習会が、例えば一日入ったとしても、例えば、前川崎手段競技大会。違う、その時ぐらいから始めたから。そうだ、4月にやった前川崎の、オール川崎っていう大会があって、その後から始めたんだな。だから、その後で別に、なんていうかな、ユースの大会とか、いろいろ、一日外に出てしまう時でも、絶対に勉強する時間は絶対に作る。そして、例えば、電車の中で、その一問アプリを解くとか、それから、歩きながら、いろいろ聞いたりするとか、家帰った後かな。基本的に、そろばん教室で9時半ぐらいに、教室出て、で、僕は家近いんで、それで、帰ると、2時間ぐらいは少なくとも勉強する時間があるかな、みたいなところで、とにかくですね、毎日必ずやるっていうことですね。それはもうそろばんでも何でもそうじゃないですか。で、やっぱり毎日とにかくやって、なんとか記憶を呼び起こしながらやっていくっていうことが、どの、勉強でもそろばんでも、とにかく大事なこと。だから絶対に触れないっていう日がないようにはするっていうことは、ものすごくそれは大事かなというふうには思います。で、お酒飲みたくなったりとか、お酒もちろん飲む日もありましたし、
ただ、本当にこの、社会保険労務士の試験も、僕が本当に受けた年って、ラッキーなことに、合格率が少し高かったんですよ。で、今回の実は、宅建試験も、例年に比べてみれば、少し合格率高いんですよね。で、まあ、そういった部分で助けられた部分もありますが、でも、社労士で言えば、合格率は7%ぐらいですし、一応、宅建試験も合格率で言えば18%とかなので、まあ、そういう意味ではね、合格率が低いところを、どのように試験とか、クリアしていくかっていうことに関して言うと、さっき言ったその毎日やるっていう気持ちと、あとはですね、宅建試験とか社労士の試験って、年に1回しかないんですよね。で、年に1回しかないっていうことは、もしも落ちてしまったら、その次を僕考えるんですけど、落ちたらもう一度やりたくないんですよね。僕はそういう気持ちなんですけど、不純な浪費かもしれませんけれども、やっぱ絶対これはもう一回でやると。絶対一回で決めきるぞっていう気持ちだけはありました。と気持ちと、あとは何とかもだからなんか嫌になったなっていうことがあったら、もうそれだけもう一年はやりたくないっていうそういう気持ち。で、別に、それだから僕のあくまで、勉強法とかその気持ちの持っていき方っていうだけであって、別にもちろん、どの人にも共通するかっていうと、そうではないと思いますし、で僕はあとはね、長期間やっぱ勉強できないんですよ。だから半年に絞るみたいな。で、半年でその逆算するってことですよね。何時間あったらこれで受かるかもしれないとかっていうことを、まあ考えながら、なんとかやっていくっていうことで。まあこれ試験とか大会とかでも言えるかもしれないですよね。で、まあこの間そろばんコンクールがあって、じゃあ例えば1週間前になったらやっぱり本番モードに持っていきますし、もちろんここでお話ししたように、うちのそろば教室も楽しくやるし、まあ、でもしっかりやるし、みたいなところで、そのでもしっかりっていう部分ですよね。いくつか動画あるんで見ていただければありがたいと思いますけれども、その楽しくて、ただだらだらだらするだけだと、やっぱり本番でやっぱり成果はついてこないと思いますし、まあ僕が受けた別に社労士の試験とか、まあ宅建の試験とか、もちろんなんかその司法試験とか、会計士の試験とかと比べたりとかしたらもう全然もちろんね、比べ物にならないですし、周りの人たちはね、やっぱり同級生とか、その辺の弁護士とか、やっぱり会計士とかいっぱいいるので、いや、本当にすごいなとか、あとはもう本当に学生の時に勉強し、もっとちゃんと勉強しておけばよかったなとかっていうことは、未だに思うことはいっぱいありますけれども。でもまあ、この宅建士を取ったことによって、まあ、ちょっと僕は実務経験がないので、これから、登録実務講習っていうのをね、2日間、丸々ちょっとみっちり、受けるっていう、そういうスケジュールがあるんですね。で、それを受けた後に、やっぱりそろばん教室としてもですね、なんかあんまりそろばん教室ってこだわりはなくて、こだわりはなくて、もちろん軸はそろばんなんですよ。軸はそろばんなんですけど、やっぱり全体の、これから皆さんのそのライフスタイルを、なんていうのが、やっぱり、生まれた時からずっと、やっぱり、せっかくそろばん教室のアバカスタジオっていうところに、関わってくれる以上は、やっぱり長く関わっていきたいっていうふうには僕はすごく思ってますし、まあ、もちろん、それはね、受ける、ね、生徒側がどう思うかは別ですけれども、僕はやっぱり、せっかくね、入ってくれて、ご縁をいただいた以上は、まあ、いろいろなところで皆さんの生活というか、ライフスタイルを、サポートするっていうことを、やりたいなっていうふうに思って、宅建を取ったっていうところもありますので、やっぱりね、住まいとか、土地とかっていうのは、建物っていうのは、やっぱり欠かせないものではあるのでね、不動産なくして、誰も住む場所が、やっぱり、やっぱりきちんと住む場所とか、あと当然旅行行くときは、そのホテルに泊まるとか、まあ、いろいろやっぱりね、土地とかっていうのは、切っても切り離せない、存在だとは思いますので、まあ、ちょっとね、その辺でまた、何か、前進してね、新しいヤバカスタジオというか、自分のそろばん教室以外の授業も、いろいろやっていけたらいいかなというふうに思ってます。決してそろばんをやらないとかっていうわけじゃなくて、そろばんもしっかり、やっていきますし、でも、それだけでは、まあ、正直ね、これから、例えば、まあ、この間もちょっと、20代のそろばんの先生とお話ししたんですけど、ちょっとここはまあ、そろばんの先生になりたい人向けのちょっと最後話にはなっちゃうんですけど、やっぱり子供が国内だけでは減っていく中で、じゃあそろばんだけでじゃあ食べていこうって思うってことは、正直でものすごく難しい現状があります。で、うちの教室でもね、そろばんの先生将来やりたいっていう生徒がいてくれて、まあ、それものすごく嬉しいことだとは思うんですけれども、でもやっぱり現実は見ないといけなくて、子供の数は減ってるし、じゃあ、今後も子供の数がすごい増え続ける、増える未来があるかっていうと、残念ながらそうではない。
じゃあ、その時に、まあ、そろばんもやりつつ、他のことも一緒にやって、行きましょうよ。という、まあ、今もね、一つだけ仕事する時代でもないですよね。副業っていうのがずっと騒がれてきて、もうずっと何十年も、何十年っていうかね、十何年もう経つわけじゃないですか。で、僕も本当にいろんなそろばん、いろんな、まあ、そろばんも含めて、やっぱりいろいろ複数、やっぱり、一人でもね、複数でいろいろ事業を持つっていうのが、まあ、当たり前になってきます。これだから、皆さんそんな難しく考えないでほしくて、例えばタイミーとかメルカリハブとかって今あるじゃないですか。実は僕もあれ使ってて、面白いなと思いながら、いろいろ勉強をしながら、あ、こんな職場があるんだなとか、いろいろ考えることがあるんですよ。自分がなんかその社労士として、人事的に考えることもあれば、あ、こういうふうに経営してるんだなっていうことを知るとか、いろいろね、その目的もあって、あ、世の中こんなたくさんいろいろ仕事あるんだとか思いながら、勉強するためにいろいろ使ってはいるんですけど、そういったところでですね、ちょっと隙間が空いたら隙間バイトとかって、もう今の、大学生とか、20代とか、まあ別にそうじゃなくても、当たり前のようにね、入ってきている言葉だと思うのでね、まあ本当にいろいろなことは、やりたいことは、子供たちも皆さん、いろいろやっていいと思いますし、ただね、やってもいいけれども、やりすぎだと僕も思われてるかもしれないですね。ひょっとしたらね。どうなんだろう。ちょっとその辺難しいんですけど、そろばんの先生だから、じゃあそろばんだけをやりなさいっていうのは僕はちょっと違うっていう。これはもう自分の、意見にはなりますけど、そろばんの先生だからこそいろんな、外の世界見ながら、まあ自分もいろいろお叱りを受けながら、やっぱりやっていく。やっぱりね、新しいことをやるっていうのは、確かにものすごくエネルギー使いますし、ものすごく大変だし、ものすごくやっぱり怖いっていうところもありますけれども、でもそれでもやっぱり外に出ていきながら、いろいろな、ことをやっていく。ね。1ヶ月に1回はね、本当に新しいことをやろうって常に一応思ってはいます。思ってはいるんですけど、じゃあ、傍から見た時にまだまだ個性で足りないよっていうね、お叱り受ける場合もありますでしょうし、いやいや、逆にやりすぎでしょうとかでね、もっとそろばんに集中したらっていう先生もいます、正直ね。でも、あくまでこれはもう僕のライフスタイルですし、まあこういったいろいろな、ことを、なんていうのかな。僕がね、これ、多分一番最後に話すことが一番大事だと思うんですけれども、とにかく固定観念にとらわれないっていうことが、僕の多分人生の中で一番の大きなテーマなのかなっていうふうには気がしてて、固定観念にとらわれるがゆえに、なんだろう、自分のその頭の中がキツキツになっちゃって、うわー、これしかないのかなと思って、逃げ道がなくなってしまうっていうことが、自分自身もうつ病に昔になりましたから、あ、そろばん教室始める前ですね、なったんで、その時はもう本当に一番最初に入った会社、まあ、コンサル会社でしたけれども、あ、本当に始発で行って終電で帰るっていう生活ができなくて、体力もないし、パワーポイントもまともに資料作れないし、まともにって言っても、要するに、簡単にはもちろん作れますけど、コンサルのね、資料ってコンサルにね、行ってる方もいらっしゃるかもしれないので、わかると思いますが、あ、そんな、ね、細かく細かく完璧な資料作るっていうのもできなかったですし、Excel もなぜかすごいみんな関数をしてて、言われるのも大してよくわからないんですけど、そんな感じのところで、まあちょっとおかしくなってしまったんですけどね。でも、その時に、もう一回に、台湾に行くことによって、台湾でちょっと語学研修をやってたんですけど、そこでなんだろう、30代、40代、50代、60代、いろんな年代の人がいて、仕事してない人が、その辺に来てるわけですよね、基本的にはね。もちろん仕事してる方もいらっしゃいましたけど、でも全然普通に日本で仕事してる人よりも、表情も明るくて、なんかみんな楽しいことを、やりたいことやってるなっていう。で、なんか別に20代で、なんか別にドロップアウトしたからって言って、別に大したことないんだなっていうことが、あの時点で気づけたので、まあ、そこでね、まあ、いろいろ、まあ、人生って自由でいいんだっていうふうに思ったんですけど、だから、その不登校の話をちょっとね、一個前の動画でしてるんですけれども、型にはまらずにね、やるっていうことは、やっぱり、大事かなというふうには思いますけれども、かといって、その型にはまらなかったときに、やっぱりそれをサポートしてくれる人とかっていうのも、まあ、正直不足しているのも事実で、でもそういう方たちの、セーフティーネットに自分もなれたらありがたいなっていうふうに思いますし、どんな方法でもね、もちろんその法律を犯すとかってことはダメですけれども、法律を犯さないっていうところでね、なんていうのかな。やっぱりね、なんか道を外れると、一回道を外れると正直言っておかしくなるんです。精神状態が。精神状態が、おかしくなって、なんか、
本当にあんまりこういうところで言えないんですけど、やっぱ犯罪を犯したくなっちゃった時もありますし、なんでこんなことになってしまったら、まあ、自分自身がその時は大学卒業して、そこまではある程度順風満帆に行ってたつもりだったんですけど、そこでもう20代、いきなりもう会社を逃げ出して辞めるみたいなね、そういった挫折があって、もうなんだろうとかって。まあ、なんていうかな、犯罪を犯すというか、まあ、だからそれこそ、自分でどうのこうのみたいなことですけど、やっぱり、まあ、そういう時期はあまり思い出したくはないですけれどもね。ただそういった時に、やっぱり僕の場合はその友人がいたりとか、なんとか親が、なんとか、いろいろ、まあ、まだまだ大丈夫とか、そういったことを言ってくれたのでね、なんとかもうその時の友人とかにものすごい感謝してますし、そうなんですけど、だからそういうところを、枠を、外れるんだけど、外れた時のそのセーフティーネットみたいなね、ところっていうのがまだ日本っていうのは足りないのかなとかって思うので、まあ、結局その資格の話からね、まあ、いろんなところには飛んでいってしまったんですけれども、まとまりがねえな。ごめんなさいね。そう、ただちょうど動画になっちゃってるんですけれどもね。いろいろまあ最終的には、まあ、最終的には結局ね、まあそろばんに回り回ってね、落ち着くのかなっていう気がしますけれども。はい、いろいろな生き方を、しても大丈夫なんだよっていうことを、見せるために、やっぱり、見せるためにっていうか、なんか偉そうなことは言えないですけど、だから、そろばんの大会もいろいろ出ようねとか、国際大会とかのもあるから、そういった、視野広げてみようねとかっていうことを、まあ、生徒たちには、言ったりしています。はい、というわけで、まあ、そんなそろばん教室サバカスタジオですけれども、まだね、11月とか12月とかは、まだね、その時期っていうのは、まあ、1月とか4月とかになっちゃうとね、また入塾者がちょっとずつ増えてきてっていうところで、制限人数かけなくちゃいけないんですけど、まあ、11月、12月は少し、比較的ね、入りやすい時期かなっていうふうに思いますので、お問い合わせいただいたり、あとはこちらのチャンネル、また高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日もどうもありがとうございました。それでは。